おやすこんにちは、アメリです。今回は、まあね、今、ちょっといろいろ周回するダンジョン多くないですか？特にスキルレベルを上げる系のダンジョン。ジオング降臨来てますよ。ガンダムエアリアル来てますよ。で、あとはラグナラクドラゴンもね、あと2日となっております。で、あとはまあコロシアムがね、3月1日から始まったりするんですが、それを全部1個のダンジョンで片付けちゃおうというところで、知ってる方はもう回られてると思うし、もうなんだったら別にそっちよりも普通にこういうの回る方が好きだよとか、いいなって思ってる方はこっちでもいいと思うんで、まあ別に好きな方を選んでもらったらいいんですけども、今回は、ミジピーをね上級集会で集めようっていう話ですよね。コラボでミジピーが虹のこの何ガンダムシリーズコラボメダルっていうので1枚がね1体と交換できるんですよ。で、上級ダンジョンが今回結構うまくて、まあ、金がね5枚ぐらい落ちたりするんですよね。なので結構便利かなと思いますんで、まあ、今後に備えてニジピーを取っておくという意味でもよし、今回のね母体だけとりあえず取って、あとはちょっと周回めんどくさいから上級で簡単に周回してニジピーでスキルレベルを上げようかなっていうのも全然ありだと思います。特にラグドラとかちょっともう時間がないので本体周回するの時間がないよっていう方はね、ニジピー集めちゃってラグドラ上げてあげるのがいいんじゃないかなと思いますね。ということで今回は僕が使っている編成および、だるまさんの考案の編成をね使っていこうかなと思います。これバッチなんでもいい。はい、ということで一応編成こんな感じですよというところです。で、結構ゲルググを僕はね大量に使っているので、だるまさんの方はねゲルググを3体ぐらいかな、ちょっと抑え気味なんでね、そちらを見てもらってもいいかなと思いますけど、いらないところとしては2体目のゲルググの上ですね。これのこの何の武器だっけこれちょっとね、闇のガンダムの闇のやつ、はい、クレイバズーカっていうのがあるんですけど、これは副属性変えているだけなので正直つけなくてもいいレベルです。はい、で、ハンコック2枚は、スキブが9個、スキブ6個すで持って回復 L 字で先頭つけれたら OK って感じですかね。で、まあ、ゲルググコンボカさんプラス生成とかあればいいけどね、マジでいないよ本当に。だからゲルググって武器も使ってるんだけど、今回このね2つゲルググの武器もまた優秀なんですよね。コンボ加算だとジンだったらゼラとかがね回復と、機能2色陣プラス4加算みたいな感じであるんだけども、安定しないからね、生成ちゃんとやって、でなおかつコンボ加算ちゃんとやるっていうのはなかなかいないですね。でフレンドアークサルニエンシスにしておりますが、まあ、ここは何でもいいです攻撃枚数減らしたいんならサルニエンシスがいいよねっていう話なだけであって、特に貴属性使ってもらっていいと思います。木を何個以上つなげてとかでコンボ加算しないようなドロップつなげる系のリーダーだったらいいかなと思いますね。はい、落ち込んなしはこっちがやってますからね。コンボ加算するとちょっと時間はもったいないかなって思いますんで、はい、ということでじゃあ実際にねこれでやっていきましょう。ちょっと一箇所順押しじゃなくなるのが困っちゃいますけど、はい、最初ゲルググ武器コンボ加算しながらの突破、上限回復はこれ片方いらないです、リーダー側のみで、まあもしくはフレンド側のみで結構、リーダー側の方がいいかな。はい、これポン、まあ、大体1分45秒ぐらいですかね。だるまさんのでも1分49秒とかだったから、はい、OK。で、ここで戻ります。ここでゲルググに戻りまして。で、ポン。で、この次がコンボ加算が必要なんでね。ここでゲルググ武器、ハンコックのやつ使います。ほい。ちなみにゲルググは枝豆とか切ってますんで、覚醒で。閉じてるので余計なコンボは発生してないですね。で6回、ここもこれ打ってポン、でここでちょうどサノスがたまると、まあサノスの上にスキブ武器とかもつけではするけど、はい、じゃあこれ打ってサノス打ってはい、で終わり。はい、ということで、まあ、ボスは金確定かな。プラスは70落ちますかね。で、
今回はちょっと金2枚で渋いですね。渋いんだけど、まあ、なんか、気ままにやっとけば、簡単に集まると思うので、まあ、比較的楽ではあるよねっていう話ですね。はい。ということでね、次はちょっとだるまさんの編成使っていこうかなと思います。はい、ということでね、だるまさんの編成こちらになりますよっていうところになっておりまして、陣押しになってくるので、まあ、ミスが少なくて済むかなと。あと、ゲルググは3体なので、比較的、まあ、優しい方なんではないかなと思いますね。うん。ゲルググはね、まあ、言うて母体だとね、こう2枚とか、で、ヘイストで返していけるから結構いいよね、とは思った。やっぱね、武器としても持っておきたいからね。皆さんどうですか、ゲルググ。何体引けましたか結構きついからね、この星5を引くの。私は君の圧倒的な性能に心を奪われた。はい。ということで、まあ、韓国から順押しと。はい、オッケー。ちょっと上限解放してますが、まあ、取るのもったいないんでね。でここはアテナの火力でね、抜いていきます。アテナはどうですかね、チャレンジやった方はね、もらえたんじゃないかなと思うんですけど。これね、普通に優秀だからね、武器も優秀だからね、ぜひね、作ってほしいね。ほい。まあ、サレーネこそちょっと2枚使ってますけどね。で、5回走。ここはね、コンボ吸収きますんでね。左に戻って10連打って韓国上溜め直して、このコンボ加算で抜いていきます。はい、 OK ですね。で、あとはもうご察しの通りって感じで。ほい。で、ちょうどサノスが溜まると。ならば今すぐ愚民どもすべてに英知を授けてみせろ。サザビーも結構かっこいい。はい、合ってるよね。うん、 OK。 今回はどうだった、金の割合は。うん、3もうちょっと落ちるんだけどなもうちょっと落ちるんだけどな。でも今の2周で言ったら2ジピーは1体落ちてますからね。まあ比較的楽だと思うんですよ。ルーレットとか来るじゃないですか。ジオングとか。めんどくさいなって思ったりするんですよね。ああいうのないんでね。比較的楽かなと思います。ちょっと、もうちょっと早くできるかな、この時間。あと2秒ぐらい多分縮まると思いますけど。まあ、こんな感じでね、周回できるので、これで2ジピー集めるっていうのも一つの手ですよと。で、今後に備えてね、2ジピーを置いておくとね、まあ、育成とかにも便利かなと思うので、ぜひね、上級回れる方はね、回った方がいいかなと思います。はい。ということで、今回はね、まあ、いろんなキャラクター、周回ダンジョン来てまして、だいたいスキルレベル上げるキャラクターが、まあ、3体ぐらいいるので、もし、ね、困ってる方は、上級で2ジピー集めるのも一つの手じゃないかなというところで紹介してみました。ということで、参考になった方は高評価、チャンネル登録、ツイッター、フォロー、あと PIPS グループ参加よろしくお願いします。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。